ちょっと待って、今日は15分ぐらいしたら終わります。ただ夜できると思うので、熱っ、マジでどうしよう。熱中症、あ、そうなんだ。今日はやばかったですね、今日と昨日と。まあ夜も暑いんだよね今ね、夜が暑いですよね。だからもう髪の毛巻いても意味ないなと思って、最近は巻いておりませんけども、29度ぐらいあったの。そりゃ暑いわ。てかあの梅雨なくない？今年梅雨っていうもんが今年はなかったですよね、さすがに。オーバーサイズのやつ可愛いでしょ。暑い、どうしよう。もう終わったの？いやでもね、もうすぐ沖縄が梅雨明けるらしいですよそうだから、この前普通にスマホ見てたら、じゃあ友達といて、その時に梅雨ってもう終わったのみたいな話になって、いや終わってないんじゃねみたいな感じで調べたんですよ。したらなんと沖縄がもうちょっとで梅雨明けって書いてあって、いやマジかってなったよね。なんか暑すぎてどうしよう、髪の毛結ぼうかな。っていう気持ちになってるよね。なってるよね。なってるよね。暑いね。もう梅雨が終わってしまうだと。秋なんてすぐですよ。もう多分。夏なんて一瞬ですから。私夏が一番好きなのに。何キャラ？に。私もうね、一日中アイス食べたい。本当に。結構マジで。すぎ無理。ちょっとピン持ってくる。結ぼうかな、さすがに熱すぎてやばいから。
お疲れ様です。夏はね、暑いし、あの私さ、いや夏好きなんですけど、一番なんで夏が好きかって、海に行けるから。まあ冬でも行けるじゃんって。すっごい夕日綺麗、やばい、びっくりした。もはやそう、なんでね、冬でも海行けるやんって思うじゃないですか。違う、海は夏なんよ。でしょ、海イコール夏なんだよ、やっぱりさ、やっぱりさ。海はね、泳がない。で、プールも結構あね、行きますけど。海潜れるし最高。いや海最高、マジで暑いなんかそういうキャラの人みたい。ちょっと前髪も暑いので止めて。花火したいね。花火いいよね。私も花火好きよ。でもね、今年結構花火したんだよね。結構じゃないか、何回か。面白いでしょ。もうしたんだよ実は。カレント20日と、いいでしょう。髪色、私でも髪色はですね、これもうブリーチで抜きっぱなしで、そうでやってるから全然いい。あの紫シャンプーをしてるだけ。言うて本当に2日に1回とか。今何分、やばい、今何分、やばいぞやばいぞ。そう、
めっちゃ子供っぽい位置に結んじゃった。いろはちゃん、いろはちゃん思い出しますね。外は今日やばいよね、絶対暑いよ。私はね、もう最近寝るときは寝苦しすぎて、冷房つけてます。ね、もうね、寝苦しい寝苦しい、本当に。どうしよう。ね、暑すぎて髪型に困ってる。でも、15分経ったら言ってください。よろしければ言ってください。怖っ、ちぎれそう。え、明日がラメなの？知らなかった。じゃあちょっとランキング読んでもよろしいですかね。ちょっと。あ、めんどくせえ、やめた。
暑い、無理、めんどくさいのでこのままでいいや、結んでいこう。それではランキングいきます。13位ミルサブミラクルさん、12位タドコルさん、11位シノさん、10位アメさん、9位シュンゴさん、8位プリッツさん、7位ベルちゃん会長さん、6位ホノちゃん、5位オニオンナイトさん、4位48さん、3位ユタポンさん、2位これなんていうのかな、ディアモノ、ありがとうございます。1位メンボーさん、ありがとうございます。ちょっと夜もできると思うので、うん、多分一応保険として中国配信しました。ありがとうございました。またお疲れ様でした。ありがとうございました。バイバイ。